秀樹は今日から社長だもんね。直也と一緒にすぐ来い。秀樹が社長に向いてると思ってる役員なんて一人もいないよな。創業家の持つカリスマ性は社内支配には欠かせない。だが同時にそれが弱点でもある。フローレンスの涙を代償に息子の秀樹が誘拐されました。お袋が殺されたのは消せない事実。金であればよかった。フローレンスのことが世間に暴露されれば会社はなくなる。全ては秘密。あなたも心を殺して生きてきたんでしょ。その時は秀樹の死体と踊れ。